約束もあの場所で
ございます。ですね、10代じゃないからあえて制服を着てみました。イエーイ。なんかね、久しぶりに2年ぶりから来たら、なんかすごい似合わなくて、なんかコスプレになった感じがした。似合う。本当に？だってさっきすごい、マイカちゃんのかわいい、ちょっと照れるかやめて、そういうの。ね、本当にさっきリッタンとかイカチンとかちょっとどうしようかなって言って一緒に考えてくれたんですけど、本当ヤンキーとしか言われなくて、なんかすごいね、なんかね似合わなくなっててショックだったんですけど、まあ、あえて着てみました。ということで、後半はちょっと盛り上がる曲を用意してきたんですけど、あとまあ2曲なんですけどね、ありがとうございます。早いですよね。早いね。でもね、終わったらね、みんなと乾杯しに行くからさ。で、ちょっと昨日みたいにさ、沸きたいじゃん。マジで。マジだよ。マジで。うん。ちょっとね、昨日の盛り上がりに負けないくらいちょっと。ありがとうございます。なんか動かなくてすいません。ありがとうございます。でね、次の曲ちょっとね、この間に曲紹介するんですけど、この間のスリーマンの時に来てくださったリオリオの曲を2曲カバーさせてもらいました。イエイ。ガヤ先生がね、なんかね、リオリオで遊びたいって言ったから。頑張って覚えたんですけど、あ、こっちじゃない、ごめんね、こっちじゃないよ、こっちの方で、こっちの方。ちょっとね、これはね、ちょっとできなかった、当てはまらなかったから、お前方に、だからね、ちょっと許して、ちょっと一緒に回そうよって感じで、ちょっと、なんでここ開くの。なんでここ開くの。頑張ろうぜ、みんな。頑張ろうぜ、みんな。ほんと来いよ、おい。ほんとに来いよ。みんな。みんな。ここ他人事じゃない、そこ。みんな集合、はい、集合。はい。早く集合してくんないと俺の新幹線なくなるから。そうだ、ほんとにほんとに。ほんとだよ、ほんとだよ。ちょっとみんな集まってよ。手紙がいいです。お願い。はい、お願い。お願い。ガヤ先生、遊ぶって言ったでしょ。みんなで遊ぼうよ、まあ、ちょっとずつね、ちょっと集まりながら行きましょう。その曲の中にセリフがあるんですけど、ちょっとそれすごい噛むからちょっと気にしないでください。それでは聴いてください。いいねの声。
ます。ありがとうございます。ちょっとえ、いかついかとアンスしてくれるの？え、私がアンしてあげるよ。え、マジかよマジかよ、そう、私のセリフだよ。あ、マジかよじゃあね、どのぐらいいけるかな、マイカさん。え、ちょっと日頃の悩みを争ってしまって、これちょっとやめそうでしょ。やめてなって。おお、いけるよ。「今気づいた」
Yeah.
Thank you.
ました。遅いよ。昔遅いよ。私言ったって忘れたからね。もっと先変えたんだよ。いやありがとうございました。でもなんか、今日もそうなんですけど、昨日のライブもね、なんか、本当、なんか、もっともっとみんなと上に行きたいなって思ったライブだったんですよ。なんで、本当に私たち自身も頑張るので、皆さんもぜひ一緒に頑張ってくれませんか。